アリポ加盟国及びオブザーバー国アフリカ広域知的財産機関は英語圏を中心とするアフリカ諸国からなる知的財産権に関する国際機関であるアフリカ広域産業財産機関として1978年2月15日に設立され2005年に現在のアフリカ広域知的財産機関に改称した加盟国における産業財産権の出願受付 登録などの業務を集中管理するほか、加盟国で個別に立法化されている知的財産権の法令を調和することを目的としている。本部はジンバブエのハラレ。1976年12月9日にザンビアのルサカで作成されたルサカ条約が署名され、1978年2月15日に発効したことでアリッポは設立された。ただし、 ルサカ条約は単に機関の設立について定めた条約であり、実際の業務は特許、遺書及び実用新案については1982年にジンバブエのハラレで作成されたハラレ議定書、商標については1993年にガンビアのバンジュールで作成されたバンジュール議定書に基づいて行われている。アリッポが取り扱う私的財産権の範囲は特許権。 工業デザインの衣装権、実用信案、商標、著作権及び著作隣接権、伝統的知識及び育成者権であると公式に規定している。しかし実態としては特許権や衣装権などの産業財産権が主体である。なお、アフリカにはアリポの他にフランス語権諸国を中心とするアフリカ知的財産機関が存在する。オアピと比較してアリポにおける 著作権保護アウェイエイトが低いとされる。ありがとうございます。